はい、どうも皆さんこんにちは、ヤンのゲームチャンネルです。ということで打率継続頑張ります。いやー負けた。ちょっとヒットの数1個はやばいでしょう。どうもヤンのゲームチャンネルです。ということで打率がちょっと下がり気味かな。この試合ちょっと打たないとやばいかもしれないですね。ということで本日もやっていきたいと思います。いやこれ負け確定してんねんな。あー最悪や、今回もあかん、やばい。こういう負け方って一番やばいよなほんまに。はい、どうもヤンのゲームチャンネルです。もうね何回もそうやねんけど打たれへん。もう打ち方忘れましたね、完全に打ち方忘れた。ってことで今回も頑張っていきたいと思います。いやここやばい、村林止めもうやばいよ、もうプロスキーやめる、やめるぞ俺。はい、どうも皆さんこんにちは、ゼフ長のヤンです。ってことで本日も頑張っていきます。頼む村林。あくっそ、何がまたねえじゃん。はい、どうも皆さん、いや追い打ちかけてきたやん、もうえぐいって。ここで QO はえぐいわ。いやマジでこれだけはマジで頑張らせていただきます。ってことで挨拶の続きですね、ヤンのゲームチャンネルです。ということで結構持ってますねリボン。まあまあそんなん関係なしで対モサ発動させて頑張っていきたいと思います。モサの抑え方ってなんか内角投げたらめっちゃ引っ張ってホームランってやられがちじゃないですか。それを利用して相手のボール球から攻める、ギリギリを、あまあまあこんな感じでいいんですよ。でストレート見してもう一回ギリギリの、あーめっちゃいい球、 OKOKOK、 もう一回入れる、もう一回ツーシームも入れる。よし、あ今の危ない、だいぶ危なかった今の。ここでギリギリ、あいやボール球でいいかな、よしよし、まあ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  OKOKOK。 で速球見しといて、とりあえず速球見してここからのスプリットで、さっきツーシーム連打に投げたってことはここ絶対振ってくる、絶対、いやいい、惜しい、惜しいなーってことで、もうここは高速スライダーで一回逃げて、おっしゃラッキー、これはめっちゃラッキー。いやさっきのツーシーム見せたんで次はストレートですね。もうここストレート多分相手ツーシーム張ってると思うんで、危ない、オッケー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 、危ねえ、まあまあまあいいっすね、めっちゃいいっすね今回。もしかしたら相手スランプに陥ってる可能性も高いっすね今。打率だって QO で4割やったでしょ。ってことは多分相手も僕と一緒で多分スランプ陥り気味なんで、多分速球、まあどうしようかな、ここスプリットで、おしおし、でここでツーシーム、あえてここでツーシーム、いや入ってくれていい、ストレート、いやいい球、最高最高。いやもうスランプなんか関係ない、頼む村林、よっしゃナイス、やばいえぐい今のは、ナイスバッティング。あー手出やんかった、やばい、いやーやばいな、手出やんかったぞ、チューチュー、うわーくっそ、いやフォークばっかり、落ちるんかい、落ちる方かい、よっしゃー、いやそれ甘い、あー振り遅れてる、ラッキー、ここは勝負に出ます、めっちゃいい、やばい、 QO に2奪三振最高すぎる。相手の配球がもう大体分かってきましたね、もうフォークか、おら来たー、ナイスバッティング、もうね相手の配球が分かりやすいことが判明しました。もう多分ね次もツーシーム、外角のツーシームですね。なんだ考えているのか、何を考えているのか、お宮西さん来た、マジか、ここで宮西さんか。でもこの人結構勝負出てるんで多分長めのスラーブ多分来ると思うんですよ。いや短いんかい、いや短いの来るんかい、いやここ一発出したい、いやっおっしゃ勝てた、嬉しいぞこれは、 QO に勝ちました、スランプだからも QO に勝ちました、
いや、ご視聴ありがとうございました。ということで、チャンネル登録、高評価、コメント、お願いします。じゃあねー。